トワイライトファイルシリーズは、ラブファンタジーをテーマにして、愛情、友情、家族愛、制限のないさまざまな、愛情劇を、映画化した、そしてシリーズ化したものです。監督はもちろんなんですけど、キャスト、スタッフを含めて、毎回これ作品ごと異なりますから、内容の方も、サスペンス、またラブロマンスもあり、アクション、時にはコメディと、色とりどりの、作品構成となっています。ですから多くの方々に、楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。今回やっぱり新しい風を我々はこの映画というもので、作っていきたいと思ってます。ですから作品ごと毎回、新人を、起用するようにしております。ですからメインキャストとして、新人がこの作品には、毎回入っております。新人の起用については、毎回作品ごと、オーディションを行ってます。キラリと光るものがあれば経験がある、またない、問わず、主演に抜擢することもあります。ですから昨日まで、普通の生活をしていた人がいきなり、スクリーンデビューをするということも十二分にあり得るので、ぜひ、たくさんの方に、応募していただきたいなと思ってます。はい、本日はお忙しい中、また今日は暑いですね。たくさんの方がお集まりいただいて誠にありがとうございます。準備期間を入れますと約2年半近い歳月が流れて、今日こういう場で皆さんの前でお披露目できることを大変嬉しく思っています。スタッフ、キャスト、みんなで心を込めて作った作品です。ぜひ最後まで楽しんでいってください。ボクシングの世界にこうチャレンジしていくという役をやらせていただいたんですけれども、この役を通してこう一生懸命頑張ることの大切さとか、一生懸命頑張ることの喜びとか、そういうことを学ぶことができました。そういう作品になっていると思いますので、そういうところも注目しながら見てくださると嬉しいと思います。ボクシングの役っていうことで、僕はトレーナー役をやらせてもらったんですけど、ちょっと、すごい嫌なトレーナーなんですけど、見てもらってそれは本当の僕じゃないんでこの映画は自分に対してもそうなんですけど、諦めずに頑張れば夢は叶うとしてくれる作品になっていると思います。いけない恋でもその時は真剣という恋心を大切に演じさせていただいたのと、あとは大人の皆さんに見ていただきますので、この後2人はどういう展開になるのかなというのを自分で描きながら楽しんで演じさせていただきました。本当に何か目標に向かって進むという大切さみたいなものを映画を通してこう皆様に感じていただけたらいいかなと思います。はい、いただいた役がですね、全くボクシングと関係ないそのチームで働いている社員の役だということでですね、なかなかこの鍛えた体と、技術を活かせなかったというのが本当に心残りです。どんな状況であれ、ひたむきに夢に向かって突き進むことの大切さや、夢があるっていうことの素晴らしさというものを強くメッセージとして受け取りました。ジムのシーンで中澤さんの汗を見てですね、本当に渚としても時と雨としても本当にパワーをもらったなと思っています。なのでこうキラキラ輝く汗を見てですね、ぜひ皆さんもパワーをもらってください。おかんもですね、汗をかき夢を追い続ける、ボクシングジムの、会長役で、出演させていただきました。女性の時代だなと思います。それをよく見ていただきたいと思います。この作品はですね、性別、年齢、社会的ポジションとか関係なく夢を見つけられたら、ずっと追い続けるべきじゃないかなと思って、そういう思いを込めて作った作品です。初めて撮影現場で自分のボクシングの姿を披露するときに、竹原さんの方が努力しても伸びないタイプだねって言われたのがすごい印象に残っています。前田監督の優しく厳しいご指導のおかげでそれぞれ3人とも個性豊かなキャラクター作りができたんじゃないかなと思っております。
このファイティングオカンという映画に出演させていただいた全てのことが私の最高の思い出になっているので、ぜひこれからも頑張るのでよろしくお願いします。深澤大河君が演じている楓役と隣にいる瑞穂役の佐藤和真さんとバンドでやるんですけども、ちょっと3人ともめちゃくちゃバラバラなんですね。これで本当に見た時にこれでちゃんと曲になってるのかなと思ってちょっと見たんですけど、こんな感じですよ。本当にこんな感じです。お坊ちゃんなので言葉遣いがすごく難しかったんですけど、家でたくさん練習してできるようになってから本番に臨みました。の中澤裕子さんです。おはようございます。新聞のある記事で見つけた、まあ、実際にある話で、お話から、まあ、本当にどれかですね10行ぐらいの本当に短いコラムみたいなところに載ってたところで、あ、このお話っていうのは面白いなと思いまして、まあ、主婦の方がボクサー、プロボクサーになったと、そこから、まあ、イメージを膨らまして作ったと。ね、そのたっただから10行20行がこう目に留まっちゃったわけですよね。そうですね、巡り合わせっていうか、まあ、本当にご縁があったっていうところでしょうね、はい、あんまりそシリアスになりすぎないで、まあ、楽しくエンターテインメントではありたいというところにはこだわりました、はい、コメディタッチは意識したんですか？あ、意識してましたね。その僕の中でなんかあんまり偉そうにそういうなんだかね、さっきまあ、作品のことについてお話したように本人に目なんか追いかけろよってメッセージだっていう、そういう
なんか誰かに教えよう的なことのなんか教訓映画にはしたくなかったので、そういうことを意識的に見ていただいて、あの見た観客の方たちが感じられればと思って作ってるんで、そこでやっぱ笑わせたいなというところがあって、コメディタッチというのを意識して撮ってますね。もちろん今回ボクシングのお話だったので、事前ちょっとトレーニングを一緒にさせていただきたいというところで心よくまあ了解していただいて、ボクシング練習に入ったところから、まあ、なんか僕のイメージとはちょっと違うなと、やっぱりプロ意識のある本当に芯の強い女優さんだなと思いまして、彼女は本当に自分がもう出る限りはもう自分が役者としてまずボクシングの上手い設定の役になるならもうやらないといけないと思ってやられてまして、そこへもう現場入る前にまず僕はこれ大丈夫だなと思ったんですね、すごくなんですかね優しいっていうとおかしな言い方なんですけど、すごくなんか真摯になんか俳優として監督がこう求めるんだったらやるよやるよって言っていただいて、でもちろん僕なんかもちろんボクシングのことに関してはもう本当にプロでやられたんで、適切にいいタイミングですかね、適宜そのアドバイスとかをいただいたり、あの練習段階でも、ね、いろんなアドバイスをいただいたり、まあ、暗記分な感じな雰囲気でしたね、まあ、今回のキャラクターの楓の役としては中学3年生高15歳ですね、でキャラとしてはすごく自分の中の夢っていうことと、まあ自分の、まあ、両親との葛藤っていうところですごく悩みながらやっているっていう、まあキャラクターとしてやっているっていう、それをうまく深澤さんとは出してくれたかなと思いますね。まあ もちろんご経験が少ないっていうところもあると思うんですけど、すごくどう僕はどういうことを狙っているのかっていうのを一生懸命探りながらもすごく一生懸命やっていただいて、それの中の何ですかね、キャラクターとしてはお父さんというキャラとしてなんかこの家庭の中の自分のポジションっていうのを模索してるっていうのがうまくリンクして、その辺もうまく出てるのかなと思いますね。すごく僕が思ってる印象イメージとは違っていて、ただの かわいい本当に女優さんっていうだけではなく、演技としてもすごく真面目に、どういうところをね、この作品のどこを狙っている中のこの役なんだっていうのをご理解していただいて作ってきていただいたっていうところではすごく、時任さんの演じる、渚役もこの映画ではぜひ見てほしい、一つ僕はこういう感じのイメージでやりたいんですって言ったらもう10個ぐらいのパターンで こっちで振るこっちで振るっていうのをいろいろ提案していただいて、その中でなんか一番僕の中のイメージに合っている会長っていうのを選択させてもらうっていう形でやらせてもらって、まあ、本当に、まあ、おっしゃる通りもう役者、まあ、今回の、まあ、演技という部分での役者の中でも本当にキュッと締めてもらってるなと思います。本当に映画の中でも後輩になる、もう藤原さん演じる風間とのスパーリングの後で、いたあのシーンは本当にもう昨日さん作るあの会長でしかできないなという。